韓国の公共は外交部長官が25日、スイスの世界経済フォーラムの新型コロナアクションプラットフォーム関連のビデオ会議に主要発表者として出席すると外交部が24日、明らかにした。外交部のキム・イン・チョル報道官はこの日、定例会見でこのように伝え、 公長官はこの会議で解放性透明性に基づいた韓国政府の新型コロナ対応現状を説明し、状況克服に向けた国際社会の連帯と協力の重要性を強調する予定と説明した。金報道官は、外交部は新型コロナの世界的な感染拡大に対応し、国際協助や協力を引き続き強化していると付け加えた。